飛辺坂を望む西から順に、尖閣湾、平根崎、入崎キャンプ場、大野亀、に掴め、はじき崎東大外目府海岸は、新潟県の佐渡市の北部に位置する海岸。両津地区の玉崎から、相川地区の尖閣湾までの約5 0トルを指す、海岸段丘が発達しており、一帯には、祈願、 気象が連続する。佐渡や彦米山国定公園の代表的な継承地の一つで、佐渡海府海岸として国の名称にも指定されている。尖閣湾上島遊園佐渡市北敵から秘密にかけての約3キロメートルにある5つの小湾の総称。海域公園に指定されている。名称は、ノルウェーのハルダンゲルフィオルドの海溝がリビに例えたもの。 断崖絶壁に無数の岩礁が発達。この岩礁はサンゴ礁の名残であり、やや開白色っぽい。映画、君の名は、の舞台にもなった。湾内は、海水の透明度が高く、観光用の海中投資船が就航している。王の亀の飛島肝臓海に向かって喫立する巨大な一枚岩で、高さは、海抜168メートルにも及ぶ。初夏の頃には、 飛島肝臓が咲き乱れる。日亀満潮時には島、肝潮時には陸系島となるタイバルアイランド。海水浴場となっており、王の亀と合わせて、ミシュラングリーンガイドジャポンで二つ星として掲載された。約500メートルに及ぶ岩盤斜面に海水の下門侵食による無数の王結が見られる。日本最大規模の王結群で、平根崎の破殖王結群として、 国の天然記念物に指定されている。外目府観光の拠点。キャンプ場、芝生、海水浴場が設けられ、レジャー、レクリエーションの拠点となっている。土休日は、新潟交通サドの路線バスが全区間で運行されている。ありがとうございます。